みなさんこんにちは。今横浜に来ております、はい、なんと破天荒な夫婦にお誘いいただきました。めっちゃ話題の夫婦、私も普通に見とったわ。俺も普通に見てて、でそしたらある時インスタで DM 来て、コラボよかったらできませんかって。びっくりよね。ビビったわ、そんな話題の人たちがいいのかな。うちら全然破天荒じゃないよ。いやそんな破天荒対決しに行くわけじゃないんだけど。殴り合いやろ。殴り合いするか。旦那さん格闘技やってるから。あーらしいね。拳固めてくればよかった。旦那と殴り合う気。今から会いに行きます。いか楽しみやね。行きましょう、緊張してきた。緊張する。やばい、俺のコラボ緊張発作が。何人としてきたんやろ。めっちゃしてきたやろ。いやでも俺らもちょっと破天荒なところ見せなきゃあかんな。破天荒、たまに風呂2日間入らない時あります。来たね。短。破天荒にしたら短いし、普通に汚いだけ。いやでも楽しみだな。ねえ楽しみ、本当に結構 TikTok 見てるからね。ねえ、普通に見てるね私。ねえ おもろいよね。おもろい。確かに破天荒やね。だいぶ破天荒だと思う。ね、赤ちゃんも生まれてね。ねえ今日預けてんのかな。そうじゃない。うちはね祝日なんでトニーも一緒にいるんですよ。そうなんだよね、てっきりね保育園に預けられると思ったら祝日だってことは朝気づいたんだよね。そうだから連れてきたっていう。やばい。結構元気やからな。喋ってたら通り過ぎてたわ。破天荒だな。ぴったりだね。こんにちは。はじめまして。本物だ。本物だ。お願いします。お願いします。お互い撮ってる。お互い撮ってる。これ心がかりのもんですが、大阪からの手土産です。ありがとうございます。これ心がかりのものなんです。ジェラートチキンをなんかね。うわ、あのジェラートチキン。ちょっと待って。お土産よりも高いものもらってる。ありがとう。ありがとう。ありがとう。というわけで破天荒夫婦さんに会いました。会ってから1時間半ぐらいかかった。さっき実はいろいろ話してて、それは破天荒夫婦さんのチャンネルで前半が上がってますんで、まずそちら見ていただいて、でこれは後半でそれの続きでございます。はい、いろいろね YouTube のことだったり夫婦のことだったりを話してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チョキチキをやっていただけるとやっぱ覚えてるんですね。やっていただけちょっと記憶挟んだ間に忘れてるかなと思ったけど。すいませんお願いします。喧嘩してで昔の映像を見た時にゆきやさんがちょっと懐かしい気持ちになってチキチキ、あ、ごめんなさい、言い方あるんですよね。うまいな、やっぱりほんまに腹立つな。じゃあ再現しようか。再現しようか。ちょっと喧嘩してな。はい、もうもうええわ、もういないな、もうええで。みやび、チキチキチキて。ハッシュタグ下ネタ。え？これ下ネタ今の。止めへんの、おっぱじまるの。始まるか。何歳離れてるんでしたっけ？14個。学年が14個ですね。みやみが今23歳で、りきやが今38。すごい離れてる。うちも8個違いだけどね。 それよりもはるかに。どうなんですか、そこまで離れてると話合います？その昔のテレビの話とかはマジで合わないです。はい、ジェネギア感じね。そこジェネギアはめちゃくちゃ感じます。あのロケット鉛筆とか知ってる？ロケット使うやつ。それは知ってるよ。だってうんことかロケット鉛筆式に出てきたわって言うやん。言うやん。そういうことね。でも普通にそういうテレビとか流行り物以外の会話とかは全然普通に、全然普通。そうですね。なんか意外とこっちの世代のこと分かってたりとか、逆にまあ僕教えてもらったりとか、お店やってるんで結構若いスタッフに教えてもらったりするんで、多少はまだ
マシかなぐらい気が若いね、多分普通の38歳よりは、うん、あはい、そうですねだってみやび初めて会った時37、8とは思わなかった。あー、そうそう、30はいってるやろなぐらい。うん、確かになんか TikTok 見ててもね、うん、若々しい感じが、もっと年下かなって思ってます。うん、若いとは言われます、気持ちも遊び方も。うーん、遊び方もだいぶマシになったっすけどね、遊び方は破天荒な遊び方をやっぱりだいぶね、破天荒さ削られてきましたけど、はい、2人とも破天荒、そうなんだ、ね、そんな感じするけど、そうやと思います。ニヤビ破天荒、あの自分らでは多分あまり思ってないですあそこまで、ただ周りがいや、ぶっ飛んでんなってよく言われるし、破天荒だと思います、はい、だって初めて TikTok 見た時、はい、私破天荒やなって言って誰これ破天荒夫婦いやそんな綺麗にいくか初めて見た動画が指輪が外れなくなったみたいな、あれめちゃくちゃ面白くて、みやびちゃんがめっちゃ泣いてるあれはマジでずっと今日何時に帰ってくるみたいな、まあ、仕事で僕遅くなるって言ったんですよ。やのに今日何時に帰ってくるのって言われて、まあちょっと遅くなって帰ったんですよ。でドア開けたらなんかズルズル言うとるからこれは面白いこと起こりそうだな、うん、まあてか僕大体帰るときにカメラ回しながら帰るんで、うん、あすごいなんかあるかなと思って YouTuber の鏡で、ね、なんかとりあえずなかったら別にね、送られたけど使うまでだけで、うん、バーッただいまって言ったら急にああやってボロボロ泣きながら指輪こんなんしてるからどないしてんって言ったらもうほんまの TikTok 通りです、もう指輪抜けへん、ミキアが帰る1時間前からもうずっと YouTube で指輪の取り方調べてずーっとずーっとやってて、油塗ったりとか紐で引っ張ったりとかして、でもそれでも取れなかった、でもなんか泣きまくって、うん、首まで涙と汗が濡れまくって指パンパンになってたからめっちゃ笑った、でも可愛くてシャーミーじゃないですか、可愛らしいというかね、確かに僕いろんな人と付き合ってきましたけど、うん、あの可愛げはあるっすね、たまらんやろなと結構初めて言うこと多いから、まあ、本当に喜んでるやろちょっと可愛げある愛嬌や愛嬌大事、チキチキってどうぞ好きなタイミングでなんかボタンちゃうねんチキチキ夫婦 YouTuber として聞きたいんですけど、はい、うん、夫婦でやっててなんか、まあ、仕事みたいなもんじゃないですか、うん、なんか喧嘩とかならないですか、それによって仕事仲間にもなるじゃないですか、はい、でも一緒の家で住まないといけない、はい、住んでるわけなんで、うん、そういうのどうですか。でも YouTube に関しては編集はまあみーやがやってくれてるし、撮影もみーやがやってくれてるからないよね。そうです、だからそこはもう3人なんで、うん、なんかちょうど仲裁役みたいな。あ、ミーヤが喧嘩止めてくれたこともある。これマジで、あれはそれがあのさっき僕らの男で言ったそのバーン事件なんですけど撮影する直前にちょっとそう言い合いになって、あらら、でそうなってもうすごかった、号泣してる、こっちはもうずっとあみたいな感じでピンポンして入った瞬間に隣声とともにバーンって聞こえて、その時は鏡をバーンって投げられました。で、僕は完全にドッキリやと思ったんですエレベーター上がって入った時にバーンってなったんで、タイミングが良すぎてドッキリやこれと思って、俺一回ちょっと周り見とこうと思ってでもそれを止められるだけその3人の信頼関係って、うん、確かに3人いたらそっか仲介できるからいいですね。そうそう、ね、で多分それが仮にじゃあ2人でやってて、うん、喧嘩になったら多分あもうこのじゃあもう動画なし多分なるはずなんですよ。 あ、うん、なるなる、まあもう今日はもう撮らあなるなりますなります今日はやめようかって、なんかちょっとお互いなんかピリつくというか、うん、なんかテンポ合わなかったりしてその日一日撮影やめるみたいな、ね、気分転換に遊びに行こうとか、ね、全然TikTok はちょっとあるっす。あの YouTube は3人なんですけど、うん、TikTok は2人で、まあ、リアルをやってるんで、たまになんか反応しないとかあるんですよ。あ、カメラ回してる、まあ、カメラ、まあ、撮ってるのはもちろん分かるじゃないですか、うん、で、なんか、え、どうなとかって言ってもなんか無視したりとか、なんかそんなんしてないし、しますけどしてないでなんかそれはリキヤに対して腹立ってる時だから無視したわけやで、え、なんなお前とか言ってなんかだんだんこうどうなってくるの、だから骨切れ口調になって、うん、なんか怒ってくるからそれで泣いてみたいな撮影進むんで、あ、もうええ、もうやめたみたいな、でも飯も行かへん、ほんでスマホ投げてくるんですよ、わ
な。マジマジ。ちょっと投げるな、よくない。だから僕らの TikTok たまにおかしなあの回があるんですけど、冒頭部分と真ん中からこいつが目パンパンになる時ある。だから冒頭が普通の今みたいな感じで冒頭始まってんのに、なんか途中で急に目パンパンになって、えみたいな。だからコメントでも、あれ、みやびちゃん泣いてるみたいな。バレてる。一応泣きやんでから、じゃあもうほら飯行く前もう一回やろうかみたいな、撮るでみたいな感じでの時がもう泣いてる。でも仲直りして一応ちゃんと撮るんですね、最後まで。はい、出産されたじゃないですか、はい、そしたら結構なんか気持ちに余裕とかもね、なくなって。なくなりますね。ですよね。それプラス撮影とかって結構大変じゃないですか、うん、それ聞きたかった。うちは結構その時期あんまり撮れなくて、うん、でもいっぱい撮ってあげてるからすごいなと思って、うん、TikTok だって毎日撮ってます。毎日、はい、うん、それね。 TikTok はでも短いのである程度カットしたらいけるんで、うん、泣いて一回あやしてで、止まってから続きちょっと取り出すとか。違うで、みやびの話やで。赤ちゃんの話じゃなくて、みやびに気持ちが余裕がないよねっていう話をしてる。産後ってやっぱりホルモンバランスも崩れるから、いろいろね。もともと泣き虫だけど、より泣き虫になった。はい、だから一回、ね、あれですね、最近の動画でも撮ってる最中に急にブワーって泣いて、どないしてんって言ったら、なんもないみたいな。どないしてん、もううざいみたいな。あれうざいの、別れよみたいな。あ、うざい、え、知らなかった。初めて知った、その事実。なんか旦那さんにこうしてほしいとかありますか。え、でも意外と、あとお風呂入れてくれたりとか、赤ちゃん、まあやってくれてるので、思ったより子育てには協力的。あ、その力也さんが、まあ、出れたりとか、うん、そういうなんか育児に協力的なところってあえて見せないようにしてるんですか。だからどっちかっていうとなんかツンのところばっか見せてるっていう、お前やっとけよみたいな。TikTok は多分それ使うほどの尺がないんです、空きスペースが。ああ、僕がそのなんかめっちゃ怪しますとか、うん、風呂入れますとかがないんで、たまにその最後の一言で、うん、じゃあ風呂入れるわとか、もう そこだけ使うように。あ、だからここのやり取りがメインなので、なんかあんまりその育児系入れたらなんか起承転結がなんかおかしくなっちゃうんで、はい、ただ入れてないだけっていう。YouTube は、まあ、そもそもなるべくうちのチャンネルはリキアの好感度を下げにかかってるんです。そうなんですよ。なぜかうちの編集マン、ことあるごとに僕の好感度下げにかかるんで。たまにいいのがあると、なんかそのね、ヤンキーがこういいことしたみたいな。ああ、ジャイアン、映画版のジャイアン理論。確かに、ジャイアンっぽい感じの。違う、ほんまにいつか絶対浮気するんですよ。えっていう時に、普段からこんなにいいお父さんやのにのマイナスのがでかいじゃないですか。あ、だから普段ゴミみたいなのやったら浮気しても、あ、あいつはしゃあないってなってほしいから、はい、僕はずっと好感度下げてすごい。その時のためにみんなにこう、あのワクチンじゃないけどこうね、免疫をつけてもらうっていう。でもそれを聞いてて、みやびちゃんはどう思うの。確かに、まあ、全然お任せしますみたいな。そうなんだ。僕らはほんまに風俗とかキャバクラ OK なんで、うん、あ、それ言ってますよね。はい、まあ、ほんまかどうかちょっと分かんないですけど、最近ちょっとマジで OK って。はい、え、でも本当に浮気したらどうします。え、不倫はダメって言ってるんで。あ、だから、あ、そう、お店に行くのはいいけど、その不倫はダメだよっていうふうには言ってます。なるほど。でもいつかするんですよね。でもちょっと今合法的な方法を考えたんですけど、不倫した相手を風俗で働かして、そこでプレイしたら合法。やばすぎる、やばすぎる。考え方やばすぎる。牛島くんとかに出てくるクズ人間。やばい。うちのチャンネルでもめちゃくちゃ好感度下がっちゃった。自分で下げたい今。逆になんかみやびちゃんにやってほしくないことってあるんですか。やってほしくないこと、なんかこれだけはダメだっていう。あるかな。まあまあ、怪我とかぐらいですかね。怪我しそうな、なんか訳分からないで大怪我しそうなんで。あ、まあ、指輪もそうですしね。はい、とか。確かに怪我 NG。
僕らは普通にできそうなことでも多分怪我しそうなんで、うっかり、はい、この前で言うとかき氷機ね。そう、何、あの TikTok にもあるんですけど、はい、かき氷機を使おうと思って洗ってる時に怪我しました。要はあのかき氷の氷削るハーフです。自分の指かき氷にしちゃった。うわ、削っちゃった、はい、あるん分かるじゃないですか、歯があること。いや分からんって。えスポンジでガーッてやっちゃった。いや、手でこうただそのままガリ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 スポンジ使うめんどくさって思っちゃって。いや、分かるな。いや俺似てるかもやっぱ俺もそういうことやっちゃうんだよな、ね、僕ポンコツエピソードが多々あって、それチャンネルでもいじられるんですけど、はい、なんか話してよ。ちょっとそういうとこもやっぱ似てるぞあのトーク任せる。トークもこいつも のある程度冒頭喋ってこうこうこうでこうで力やみたいな。まあなんかあの動画でもあるんですけど、はい、蚊に刺されるじゃないですか、はい、ほんでパーンってやるでしょ、はい、で血だらけじゃないですか、はい、こすりつけるんですよ。でここ置いとくんですよ、はい、なんでって言ったら他の会の見せしめやってちょっとサイコパスな感じめちゃめちゃ多い。見せしめにしてたら他の会寄ってこなくなっちゃうそれここ死ぬ場所だポンコツではないか。ポンコツじゃないし、それポンコツじゃないなんならそれうちのやつで TikTok 使いたいぐらいの内容やみやびちゃんはリキアさんのどういうとこが好きなんですか？うん、あ、聞きたいね。あ、やっぱりそう言われてみると尊敬できるとこも多いからかもしれないですね、うん、そういう経営の部分とかでもあ、仕事でめちゃくちゃ嬉しそうなんか、まあ、好感度がね、下がりまくってた趣味を仕事にするというか、まあ、好きなその、うん、かあのジムだったりとか、うん、そのゴルフバーとかも作りたいと思ったやつをすぐあの作ったりするんで、まあそういう面でもまあ尊敬できるかなみたいな。あ、行動力が、行動力があるから。確かにそれはすごいかっこいいですよね、うん、で逆はみやびちゃんどういうとこが好きなんですか？いや、いっぱいあるって、うん、いっぱいあるね。うわーねー、おー早く言えよ僕はでもトータルして結局存在です。だからこれが好きどうのこうのという何が好きかは分かんない。なったんですか？こっちやね。え、ちょっと待って。何？あれ？だって最初にチューしてきたから。あ、なるほど。なるほどね。まあそれはね、お酒の勢いがある。セブンイレブンの前で。外？しかも真冬に半袖で。正月ね。正月。初めて遊んだ日ね。え？じゃあ元々好きやったんですか？いや、じゃないです。普通になんかあの。じゃあなんでチューしたあの時？勢いや。あら、ホストなんでね、もったいない。あー、やっぱもう癖で。癖で。癖で。癖でチューしちゃう。癖で。だから、こういうことが起きるんで、好感度下げとかなる。え、でもそっから好きになっていったってことですよね。まあ、そうですね。なんかもう、居心地が良すぎて。え、みやびちゃんもキスされた時、好きってなったんですか？みやびはちょろいんで。その時もう触れた瞬間に好きやったらしいです。ちょろいなそこから約ちょうど1年後ぐらいに入籍なんで。じゃあ出会って1年で結婚か。出会って1年へー、はい、しかもその、出会うちょっと前に婚約してたんで。どっち？違うこと。え、はい、え、どういうこと？え、どういうこと？ハッシュタグどういうこと？これやりたかった一緒にそろそろ結婚せなあかんなみたいな。で、まあ共通の知り合いの子がいてて、まあそれいいんじゃないのみたいな、会うと思うみたいなって言われて、まあ勢いでも結婚まで行ったろうと思ったんですよ。ここ逃したら無理だみたいな。で、いざその時も付き合ってはないんですけど、じゃあもう結婚しようみたいな。婚約届まで書いて、あの相手の誕生日の時に、サプライズで婚約届書いて、付き合ってないのに、付き合ってないのに結婚しようって言ってすごい破天荒だ、ね、破天荒だな。関東の子やったんですけど、で大阪に弱いし、こう嫁いでくるみたいな。で、そのやりとりで喧嘩がめちゃくちゃ多くて、ちょっとしたことでもうイライラするし、言い返してくるから余計にこうブワーってなって、俺多分これ合わんのちゃうかなと思って、ほんまにごめんみたいな、あの大阪引っ越してくる前で思いとどまってくれって言って、もう婚約破棄して。じゃあそれがなかったら他の方、と結婚してるかもしれない。まあ、しかもそれがね、コロナがきっかけもあるかもしれないです。コロナでちょっと、仕事関連も
ちょっとその子とも関わることがあって、コロナで婚約破棄して、まあ、出会いはコロナがきっかけで出会ったんですけど、でコロナがきっかけで結婚相手が変わったっていう。元婚約者の婚約破棄してくれてありがとう。名前わかんない。やばいやばいやばい、元婚約者で止めろ。でもそんなに、あの、なんて言うんですか、入り乱れた生活、はい、入り乱れた生活荒れ狂った生活より荒れ狂ってる。逆にその落ち着くっていうのすごいですね、今みやびちゃん一筋っていうのが、はい、なんかもう逆にやっぱ、あの、よく言うじゃないですか、遊び尽くしたから、うん、もういいみたいな。行ってみて遊び尽くした。まあ一通りの遊びはもうやったんで。あ、だから今、あの、まあ、そのキャバクラとか、うん、もうキャバクラもほぼ行かないですけど、うん、まあ、こう飲み会とかやってて、あ、なんかこう頑張れば行けるその女性いるじゃないですか。こう感じるで、その、うん、なんかこう、俺行けんじゃん、行けんじゃんみたいな。あの、LINE の時のね、俺もしかしたらこれあるんちゃう、LINE の時。これはまあ、ちょっともうちょっと飲んで、酔っ払って、うん、ちょっと半ば強引じゃないですけど、ぐいぐいって行こうやって言ったら行けんのは目に見えてるんですけど、ただ、いや、今から3時間粘らなあかんのは誰かやろってなるんです。あ、そう、時間の問題なんですか。みやびちゃんの顔が浮かんでとかじゃなくて。あ、なんか、浮かんで、もう、はい、浮かびます。僕ら1個だけとか聞きたいんですけど、お子さんまあいるじゃないですか、で、顔出し、まあされてないじゃないですか、それって決めた理由なんですか。もうでも最初から決めてたんですよ、はい、1歳になったら顔出しをやめるっていう。あ、1歳になったら、うん、1歳までは顔出してたんですよ、はい、子供って顔がすごい変わるじゃないですか、はい、で1歳ぐらいからその顔がの形がもう決まってくるというか、だいたい面影が分かる、はい、そもそもやっぱり将来子供がそれで嫌だとか、はい、例えば仮にですけど、はい、僕らが何かで炎上した時に、はい、子供がかわいそうじゃないですか、それで友達とか何か言われたりして、でそういうの考えたら隠した方がいいのかなっていうので、うん、だから1歳になって顔出しやめましたね。そういう話し合いとかもしてるんですか。もう僕らもなんか同じような理由ですね。僕らも出してないんで、だからまあね、本人の意思が出るまではちょっと隠しとってあげないと、僕らの子供なんでね、出たがるかもしれないですけど。でもね、YouTuber の子供絶対だってそれを仕事見てるから出たがるし、トニーもね、カメラがもう回ってるってこと分かるんで、自分でカメラの前に立って、ね、絵本とか持って喋ったりするんですよ、はい、でもなんか撮ってる風景は楽しそうって思ってるけど、それを何千人とかに見られてるっていう意識はもう全く分かんないから、ね、もうそっちがね、やっぱり知らずにやってるっていうところが怖いんで、もうちょっと自分で判断がいろいろできるようになって、自分の意思でそういうことやりたいってなったら、そうそう、リスクとかも伝えた上で、そうそう、うん、そしたら、まあそうですね、いろいろ話し合って出すかもしれないですけど、でも僕らの意思で出すことはないかな、はいはいはい、そこはまあやっぱ一緒、一緒やね、はい、そんな感じ。ここは夫婦チャンネルやる人で、まあ、お子さんできる人は多分同じになる人が多そうな気はしますけどね、はい、ね、まあ、いろんな考えがありますけどね、はい、僕らはそんな感じ、はい、まあ、そんなわけで、はい、いや、もっとね話したいんですけど、ちょっとお時間の関係でここでということで、はい、いろいろ聞きたいことあるんだ。もっともっと喋れる、ね、もっともっと喋れますね。なんかね、でね、今回あの破天荒夫婦さんを知らなかった僕らの視聴者さんもいると思うんですけど、ぜひあの TikTok、そして YouTube チャンネル見ていただいて、本当に破天荒なんで、破天荒、今話聞いたら分かると思うけど、ジャンルは全く違うかもしれない。ここジャンル違うから、さっきの話聞いてもしかしたら僕らの視聴者はびっくりしてる。コメント欄荒れたらすみません。いや全然大丈夫です。ぜひ見てください、はい、概要欄にリンク入ってますので、お願いします。よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう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 。おもろかったね。楽しかったな。楽しかったね。めっちゃいい人たちだったな。ねえ、めっちゃ喋りやすかった。やっぱ関西人はちゃうな。ありがとうって言いたくなるね。ありがとう。ありがとう。舌巻くのおもろい、うん、なんか俺はシンパシーを感じたわ、みやびちゃんに。似てると思う、誕生日一緒だったし。あ、そうやんね、しかも大型で、
私も将来不倫する予定やから関谷さんにシンパシー感じた。ふざけんなよ。破天荒だったね。破天荒やった。リキヤさんがめっちゃ破天荒やったな。あの一緒にいた撮影編集さ担当のミヤさんも破天荒感あったけど。あ、そう、うん、面白い。3人でやるってすごいな。ね、どんな感じなんやろ。でもなんか3人の絆をすごい感じた気がした。あ、そうだね、うん、トニーがミヤビちゃんにめっちゃ懐いてたな。懐いてた、ね、最後帰る時なトイレに行くってなって、でトニーがミヤビちゃんのおててお ててつってつないで、ね、連れてってもらってた。しかもミヤビちゃんさ、トニーに対してめっちゃ優しかった、うん、あ、お母さんね、顔がやっぱり、うん、お母さんだった、うん、俺もいつか人生の中で遊び尽くしたって言えるように頑張ろう。え、30歳から？やめて。